はいどうも、パラプンテJリーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は J1&J2 で勝負に出るということで、まあその賭け当たるか外れるか、ウィナースコア予想ですね。まあ先週全敗でしたね。6つぐらい予想したのか、6試合ぐらい予想してまさかの全敗ということで、ちょっとね自分でもショックだったんですけどね、今回もウィナースコア予想ですけどもね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと、いうことで、まあ今回こちらはですね、まあ J1、J2 なんで、まず J1 から見ていきましょう。札幌ガンバ大阪に関しては僕はガンバアウェーチーム勝利に、4口、投票しております。まあ4口なんで1口ね、200円なんで800円ですね。まあオッズ 4.7 倍ということで、まあガンバがやっぱり調子いいんでね、で、なかなか札幌が勝てていない。まあ僕はねミシャのサッカー好きで札幌も好きなチームではあるんですけども、しかしまあ予想となるとね、ガンバが今のところね優勢なのかなって感じがしておりますけども、まあだから現状これオッズ変わる可能性あるんですよね。オッズはまだギリギリまで分かりません。試合開始の、何時間か前まで締め切りがあるんですけどね、まあ締め切りまでにこのオッズは変動するんですけども、まああくまでねこの収録日現在の数字で言うと、だから、西は800か、800した3200円ちょいかっていう数字になるというところになってきますけど、ただね、僕も前回全部外してるんで、あんまこれは当てにならんというところでございますけど、で、次こちら。神戸京都に関しては、まあ、11のドローにしております。まあ、オッズ6倍で、だから3口なんで600円、まあ、3600円ちょいかになるというところですけども、これ、まあ、理由としてやっぱ、ヴィッセル神戸が最近、なかなかこう、スッキリするゲーム内容が少ない。まあ、しっかりこう勝ち点はね、取っているんだけれども、しかし、まあ、ゲーム内容がね、前半戦ほど、こう、スッキリしたものがないって、いうのと、あと水曜日に、ね、天皇杯やってるんですよね。やっぱ水曜日に天皇杯があったということなんで、そこの疲れとか疲労とか考えた時にはちょっとさすがのヴィッセル神戸でも、苦戦するんじゃなかろうか。で逆に京都さんが調子がいいんですよね。やっぱりさっき原選手の活躍っていうのが目立ってはいますんで、そういうまあ京都が最近調子がいいっていうところと、まあ、ヴィッセル神戸ね、まあ、最近こう中断傾向がすっきりするゲームが少なくて、で水曜日天皇杯に、まあ、ゲームをしていますんで、そこでなかなか、厳しいゲームになるんじゃなかろうかってところでも、まあ、1-1のドローというところにしておりますけどもね。でこちら次が、セレッソ川崎は 2-0 セレッソに予想しております。まあオッズが 7.5 倍なんで意外と高いというところ、まあ口数としては4口なんで800円ですね。800円なんで7は勝てば5600円ですね。まあホーム勝利セレッソ 2-0、まあ、セレッソもやっぱね調子いいですし、まあ、マイクマ選手もね、代表呼ばれるぐらい活躍をしております。まあということでもセレッソですし、でフロンターレやっぱ前回の札幌戦ね、なかなか面白いゲームでした。もう激動のゲームであったんですけれども、結局ね勝ちきれず、多分本当調子が良かった時のフロンターレで言うとね、ああいうゲームでしっかり最後轟劇場を見せて勝ってと思うんですけども、その轟劇場も、出ることなくということでドローで終わってると、ということで考えて、まあ 2-0 予想かなってところ、まあなんかまあ 2-0 か3対2とか、まあ、どっちかになりそうですけれどもね、まあどっちになるかっていうところでございますけれども、一応スコア予想としてこんな感じでございますね。でこちら2位仙台甲府、ここは J2 ですね。仙台甲府に関しては 2-2 のドローで予想をしております。まあ、仙台が最近調子を上げているんですよね。まあ、ここに来て2連勝ですかね、確かその前が大分が大分に勝って、その前が大宮に勝ってるんですよね。でこの2試合がいい形で勝ち方でいい勝ち方してますんで、まあ、やっぱ仙台が最近調子を上げているということで、で甲府がね最近元気がないんですよね。最近元気がないんだけれども、やっぱポテンシャルは高いこのチームはですけど、やっぱりクリスチャンの選手いますんで、まあ、割とこう打ち合い、まあ、2-2 に、なるんじゃなかろうかというところの引き分け予想にはしておりますけどもね。でこちら、山形大宮、今回これ最後ですね。これが最後の予想には、なりますけども、山形大宮に関してもドロー、今回だから僕結構ドロー予想が多いんですよね。山形はね前回5連勝が止まりました。まあ、それまで5連勝をしていてね、しかしまあ前回ゼルビアに敗れて5連勝で止まったんですけども、で今回最下位の大宮、しかも、ね、山形ホームなんで、まあ割とね山形有利なのかなという感じもしますけども、山形ってこう連勝が止まった後ね、その後どっちかなんですよね。連勝が止まったらしばらくこうまた勝ちがないか、それともね踏みとどまるかってところになってきます。
ますんで、もちろん勝つ可能性もあるんですけどね、勝つ可能性もあるんですけども、まあ、前回連勝が止まって、ね、連勝が止まった後の山形でこうすっきりしたゲームのイメージがあんまりないんで、まあ、今回ドローの予想というところにしておりますけども、まあ、これが今回の僕の予想です。まあ、うん、外れるでしょう。まあ、外れるのがいいのかどうか分かりませんけどね、まあ、勝ち予想にされた、ね、チームからしたら、ね、外れた駒というところでしょうし、まあ、負け予想になってしまったクラブからしたら、ね、外れてくるというところにもなってくるでしょうし、まあ、一応こんな感じで今回はやっておりますので、また週明けですけどもね、結果を報告のはやっていこうので、またよろしくお願いいたしますということで、以上パラブンテージュサッカーチャンネルのツッツンでしょうか。チャンネルます。さら。